ウィーン国立歌劇場名誉団員は、ウィーン国立歌劇場に、功績のあった芸術家を表彰する制度。1869年、前身のウィーン宮廷歌劇場時代に設けられ、現在まで実施されている。ウィーン国立歌劇場名誉団員は、歌劇場総支配人の提案を受け、運営委員会の承認を経て決定される。長年にわたり歌劇場の活動に従事した。 芸術家、並びに、歌劇場に、貢献のあったものが対象となる。2004年以前は書状のみの贈呈だったが、2004年以降は、記念指輪も合わせて贈呈されている。指輪の製造者は、ウィーン市内のワーグナー宝飾店で、表彰者の氏名が刻印される。表面は、国立歌劇場の外観を表した彫像が彫られ、裏面は、観客席を表現している。 2004年以前の表彰者には追贈の形で指輪も贈呈されている。例えば、1995年表彰のヨアンホレンダーには指輪の贈呈が始まった2004年に贈呈されたほか、1988年表彰のプラシド・ドミンゴとホセ・カレーラスには、それぞれ2012年と2013年に贈呈されている。 2003年表彰のニール・シコフの時は、翌年の2004年に贈呈されている。2016年に表彰を受けたヨハン・ボータのケースでは、病気を理由に公式の贈呈式が延期されたが、その開催前に指揮をしたため、本人の手で書状を受け取ることができなかった。ウィーン国立歌劇場名誉団員の名誉指は、ありがとうございます。